疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて今回のテーマは、やっぱ日本は最高だ。自衛隊空佐のメッセージがオーストラリアを感動の渦にをお送りします。さて今年1月、森林火災が続くオーストラリアで消火活動などを支援するため、日本政府が国際緊急援助隊を派遣しました。航空自衛隊の C-130 輸送機2機と隊員約70名が1月16日に南東部のニューサウスウェールズ州にあるオーストラリア空軍の基地に到着。今回の派遣はオーストラリア政府からの要請を受け決まったもので、援助隊は消火活動や救助活動に使う車両や現地の消防隊員の輸送に当たりました。このことは現地の大手メディアも複数回にわたって報道。国際緊急援助隊の太田正史一等空佐が現地メディアに対して述べた東日本大震災の際には、豪州が日本を支援してくれました、私たちはその恩を忘れませんという発言も記事の見出しに使われるなど大きな反響を呼んでいました。そう、東日本大震災の被害を把握したオーストラリア政府は当時、空軍の C-17A の輸送機に救援隊を乗せて派遣し、同機は救援隊の輸送を完了した後も日本に留まり、被災地で救助活動にあたる陸上自衛隊の隊員や救援物資の輸送を行ってくれていました。また3月22日には東京電力福島第一原子力発電所事故の対策支援のため中東で任務に当たっていた C-17A 輸送機を呼び戻して、原子炉の冷却を行う高圧放水システムを輸送しています。オーストラリア空軍は2011年3月の時点で C-17A を4機保有していましたが、その時点で運用できる C-17A のほぼ全てを日本の救援のために派遣し、3月25日に活動を終了するまでの間に450トンの物資と41両の車両、135名の人員輸送を行ってくれました。太田一等空佐の言う忘れていない恩とは、この東日本大震災におけるオーストラリアと同国空軍の貢献を意味しているものと考えられます。この日本の支援活動と太田一等空佐の発言について、オーストラリア現地の人たちから多くの反応がありました。ここでその声の一部を紹介します。海外の反応。オーストラリアに対する恩を我々は絶対に忘れない。なんて感動的なメッセージなんだ。オーストラリアのために助けに来てくれたなんて嬉しすぎる。すべての関係者の皆さんに感謝します。日本がオーストラリアを気にかけてくれたことが嬉しい。こういう時に誰が本当の友人なのかがわかるよね。日本という友に乾杯。日本は本当に素敵な国だね。今回のことは絶対に忘れない。正直言って私は他のどの国よりも日本を信用してる。オーストラリアは日本と二国間貿易協定を結ぶべきだよ。私はとにかくメイドインジャパンの製品が大好きなの。日本の皆さん本当にありがとう。ありがとうございます。日本、助けが必要な時に駆けつけてくれたことを嬉しく思う。日本で働いていた1年間は絶対に忘れられない。ワンダフルな国、ワンダフルな人々、自衛隊員がオーストラリアを気に入ってくれたら嬉しい。日本は俺が最も信用してる国の一つ。政府は貿易面でもさらに日本との結びつきを深めるべきだ。日本軍が来たことにお墓の祖父が動揺してるかも。冗談はさておき、僕の娘は流暢に日本語が話せるようになったし、僕にとっても日本はいつだって行ってみたい国だった。日本の兄弟姉妹の優しさに感謝する。中国の姿が全く見えんな。彼らは俺たちの土地をたくさん買ってるのに、どうしてこの深刻な状況でも何もしないんだろうか。
わーお、いい意味で驚きだった。日本人が津波の時の支援を今でも忘れてないなんて、国と国の関係ってこういうことだよね。私たちも絶対に今回の恩を忘れないよ。さて、これまで自衛隊は1998年のハリケーンで大被害を受けたホンジュラスを皮切りに、トルコ北西部地震、インド地震、イラン南東部地震、インドネシアスマトラ島沖大規模地震、パキスタン大地震、インドネシアジャワ島大地震、ハイチ大地震など数々の国際緊急援助活動に派遣されてきました。自衛隊の任務は応急治療や防疫などの医療活動から、物資や患者、病院の輸送、給水活動など多岐にわたります。とりわけ医療活動は自衛隊の医官、軍医や看護師の任務となります。後方支援を担うことが多い医官が国際緊急援助活動では最前線に立つのです。ホンジュラスでの活動は2ヶ月間で約4000人の治療を行ったといいます。スマトラ島沖大規模地震では3ヶ月間に6013人の診療を行い、2277人にはしかのワクチンを接種しました。これは子どもたちを感染から守る日本独自の発想だったが、地元の人々からはとても感謝されていました。5歳の子どもを連れて自衛隊の診療所を訪れた父親は、日本の自衛隊がこんなところまで来て子どものために注射をしてくれて感謝していると語っていました。スマトラ島では貿易活動も行いましたが、自衛隊は他国の派遣部隊とは違い、薬品散布を夕方や早朝に行ったそうです。これはマラリアを媒介する蚊が孵化する前に駆除するためです。マスコミや注目を意識せず、貿易に最も効果的な時間帯に人知れず薬品散布を行ったのです。診療に当たった医官の一人は当時の模様をこう語っています。一人でも多くの人々を救おうと懸命に取り組みました。地元の人々は心から感謝してくれているようでした。とにかくインドネシアという国は歴史的な面から見ても大変親日的なんです。日本の自衛隊医療チームが臨時診療所を設けると、たちまちそのニュースが島中に伝播し、それまで他国軍の診療所で診察治療を受けていた被災者が自衛隊の施設に押し寄せたといいます。400年に及ぶオランダ支配から日本軍はインドネシア人を解放し、戦後の独立戦争でも多くの残留日本兵が戦った。この記憶は同国の対日感情に多大な影響を与えていたようですね。2005年のパキスタン大地震では、現地視察に訪れたパキスタンのムシャラフ大統領当時が自衛隊を見つけるや歩み寄って次のような感謝の言葉を述べたといいます。日本の支援ありがとう。君たちは素晴らしい活動をしていると聞いている。日本人、特に軍人が来てくれたことを大変感謝している。私をはじめパキスタン人は日本に特別な思い入れがあるとともに、偉大な国であり尊敬しています。自衛隊の海外派遣は自然災害で甚大な被害を受けた世界の人々への人道的救援活動のためにも行われています。その献身的な活動はかくも世界の人々から高く評価され感謝されているんですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今回の航空自衛隊 C-130H 輸送機の派遣は、東日本大震災の時にオーストラリアが差し伸べてくれた救いの手へ恩返しする機会であると同時に、オーストラリアとの防衛協力をさらに強化し進化する機会でもあると思います。日本とオーストラリアは共にアメリカの同盟国であり、防衛部門での首脳部の会談も頻繁に行われてきました。また2003、平成15年から2009、平成21年まで自衛隊がイラクの復興支援で派遣された際には、陸上自衛隊とオーストラリア軍が共にイラク南部のサマーバで活動したことで、2007年、平成19年、
3月13日に日豪両国は安全保障に関する日豪共同宣言に署名しています。その後も日本とオーストラリアの防衛協力は深まっており、2013、平成25年1月にはアメリカ以外の国として初めて共同訓練や国連 PKO 活動などで自衛隊が他国の軍隊と物品や輸送などの役務を相互に提供し合う物品役務相互提供協定を発効させたほか、2019年9月から10月にかけてはオーストラリア空軍の FA-18AB 戦闘機が来日して航空自衛隊と共同訓練武士道ガーディアンを実施するなど、共同訓練も活発に行われています。このようにオーストラリアはすでに事実上日本の準同盟国となっています。今回派遣された航空自衛隊の C-130H と自衛隊員が森林火災の対処に果たす役割は限定的なものかもしれませんが、準同盟国との絆を深めるという目には見えないものの大きな役割も担っていると言えるでしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。